皆様こんにちは。溝上慎一の教育論動画チャンネルナンバー174、本日は、京都府にあります南丹市教育委員会教育長の国府恒義先生にインタビューをいたしまして、教育長の挑戦、南丹市小中学校をチームにして子どもを育てると、題するお話をいただいております。国府先生こういう方ですね、国府先生は元園部中学校校長 の先生でいらっしゃいまして、その時には京都府の中学校校長会会長もされておられました。そしてご退職後、京都府総合教育センターに、勤められ、この4月から南丹市教育委員会の教育長と、なっております。国府先生に園部中学校が終わった後ですね、ご退職の後、ちょっと園部中の取り組み私も結構深く関わってきましたので、おまとめしていただこうと思ってですね、動画を配信いたしました。ネバーギブアップと学校に書いてあってですね、もうすごい迫力です。で、つい前回ですね、2022年の視聴ベスト5っていうのを配信したんですけど、そこでは視聴率第1位と、そういう全国で最もよく見られた、動画となっております。はい。で、その国府先生がですね、今度は教育長として、この南丹市のエリアをどういうふうにまとめられていくのかと、そういうところを、お話を伺っております。はい。それでは、ご覧ください。子供たちっていうのは、生まれる場所、旧道は地域、そうでない。あるいは在日朝鮮人のお家に生まれる、生まれない。その、お家に生まれることはダメではなくて、この社会の中の問題性があるところに生まれるか生まれないか選べない。当然のことですし、姿っていうのは、障害を持つ持たない。もうこの一言で表すのは失礼なんですけど、そういうことも選べない。ネグレクト DV、今日も一見対応してまいりましたけども、そういう環境に生まれる、生まれないの選べない。そういった子どもたちを、やはり義務教育は全ての人に保障されているので、この義務教育9年間を、で、人生を変える。そして、全ての生徒の可能性を伸ばし、進路を実現する。校長教頭の、いわゆる学校を作る管理職については、リーダーシップを発揮してもらわなきゃいけないので、今までやったことも踏まえて、よし、リセットしてさらに頑張ろうと。そう思ってもらう意味で、合言葉は、リセットという言葉を入れてやっております。私がじゃあ、局長になったら、どんな教育を目指すかを言ったときに、こういう教育を目指しますよということで、PDCA サイクルを言っても、地に足がついてないとダメですから、私は園部中学校の校長、八木中学校の校長の時も、常にリサーチ、分析をした上でやるということを基準に考えています。で、先人の教育長様をはじめ、各先生方、教育委員会の皆さんで、南丹市は頑張って取り組んでおられることがあるので、私なりに分析しました。その南丹市の弱みは、先ほども言いましたように、克服するように頑張るんですけど、強みを生かして、今一番問題されている課題に対してアプローチをしたいと、こう考えています。そこで分析したのが、南丹市はギガスクール構想をいち早く取り入れてくれました。これは本当に私、総合教育センターにいただけに、負荷全域見られるので、やはり iPad も早く渡し、そして、Wi-Fi 環境も早く、やはり私、令和2年度に退職しましたが、その年、コロナ休校のあの年の間に iPad も全て生徒の手元に行き、環境も整いました。正直、小さな教育委員会で財源もない中ですけれども、国から来たことによって、そういう環境を整えてくれました。それから、もう一つはブロック活動ということで、本市には園部中学校、八木中学校、殿田中学校、宮間中学校があります。で、一つ、桜ヶ丘中学校という、起用学校という福祉関係の、そういう施設の中にある中学校、初めて京都府で設置しました。その学校については園部にありますので、園部町にあるので、園部中学校ブロックに入ってもらって、4つのブロック、中学校4つと、それぞれ小学校2校ないし1校ございますが、それぞれのブロック、そして幼稚園、これは教育委員会の管轄ですので、2つしかありません。そこに保育園はやっぱり今のニーズで増えていますので、保育園も入ってもらって、これは管轄は福祉の関係なんですけど、もう教育委員会
の管轄ではないけれども、ブロックを作って就学前、いわゆる非認知能力のベースを作る、就学前教育とのつなげで、これまで取り組んでいます。これも強み。そして学校名教育会もいち早く取り入れているので、これも強みで、私が総合教育センターのアドバイザーの講演でよく依頼されるのが、センターにコミュニティスクールについてやってほしい。でも、センター職員もまだそんなことやったことないので、目が全部私の方に向くわけですね。その上、中学校でやっていた私に対して。だから、宇治市さんが入れるときには宇治市の中学校を回りました。そういうことも強み。そして主体的、対話的、深い学びは、まあ、ここ、紹介していただいた溝上慎一先生と、もう長年、本当に、お世話いただいて、支えていただいてますので、その上、中学校の教育の、基盤を作っていただいてます。傾聴の姿勢をもとにした、いろいろノートを使っていろんなことをやっていますので、そういったことも強み。そして、今、社会の変化、要望の中にある給食も早く取り入れましたし、放課後児童クラブも今年も一つ増やします。それから、適応指導教室のさくらというのも作ったり、個別最適な学びもできるだけやっていこう。それから、学校の事務職員って一人が多いんですね。特に小さい学校。そうそう、何をどうしていいかわからないということで、共同学校事務室というのを何単位で作って、何単位転勤しても、すべて同じフォルダにそれぞれの資料を入れるので、どこへ転勤しても共有化ができると。これも強みであります。そういうことをやりました。そして、これは私は気づかなかったんですけれども、他のところで勤務していた指導主事、校長を終えた指導主事が言っておったのは、言葉の力育成は、やっぱり難関試験が進んでいて、言葉の力育成支援というのが全小中学校に入っています。だから、中学校、小学校で、ついつい教員が、昼休みの図書室なんか見てるところもあるんですが、難関試験は全て支援員さんが行きます。この間、学校訪問全部行きましたが、図書室の掲示物の素晴らしい。特に小学校も中学校も、ここでゆっくり本を読みたいなと思える環境を支援員さん頑張ってやっていただいております。それをつなげたい。この強みをもとに課題へのアプローチ。一つは不登校生徒のに対する取り組み。それから教師力向上の研修の取り組み。それから今問題なんて地域への移行、部活動の、またうちが広いですので、このアクセス、この移動がなかなか大変。少子化になって集団スポーツができない。それを私はもう今構想を描いているのは難端子チームで作ろう。だから少なかっても、いわゆる社会体育でやりたい子はもうすごく身体能力高いわけで、そこへ行けばいいと私は思っています。それに対して、いや、運動能力はもう一つないけれども、野球したいな、WBC 見て、あるいはワールドカップ見て、サッカーしたいな、けど人数少ないできない。それなら、平日は少ない人数でも部活動して、土日のどちらかでクッと集めて、部活動を、難端子チームとしてやる。そして、うまくいけば、対外試合をしてみると。勝つとか負けるよりも、体験するということを、そういう生涯スポーツの意味、今考えているところですね。それから人材育成、いろんな、今年は道徳の文科省の指定を昨日、やっと受けられたというのを聞きましたので、それを切り口にやろう。それから、非認知力が先ほど申し上げたブロックの取り組み。こういうことで、ほぼほぼこのシートは物語っています。これは私が作ったものですけれども、そういうことでこの1年やっていこう。少し、紹介させていただくと、4月の始業報告。私がある教育委員会がある園部町と美山であれば35キロ離れてるわけです。で、始業式終わったら校長が今まで来て、報告来て、で、来た時に他の校長がいれば順番待ってるわけです。私も逆に園部中学の校長の時、その経験をしたんですね。この時間もっと子供のことや地域のこと、職員とね、始業式だとやっぱりいろいろ共有することあると思うので、もういいと。Teams を選ぶと。去年、センターの
アドバイザーにプラス、府立大学の一講座だけ非常勤講師させていただく機会があったときに、私も使ったことない Teams で全部成績とか学生とのやり取りをする。たまたまセンターにいたので、職員に聞きながらやった経験があったので、この2つの経験を活かして、Teams で今これやってるところです。これ、美山小学校の左側ですね、資料報告。美山小学校の校長とやり取りしているところです。すごく喜んでました。地域回りできる、あるいは職員の話で。それから、学校運営協議会の任命式を今までは対面でやってました。で、任命書を渡します。そうしてたら、一回もそこで終わってしまって、別で学校ごとにまた運営協議会する。これを Teams でつないで、私の方がまあ挨拶させていただいて、まあ、どなたか1名代表を渡したら、各校長がそれぞれの学校で運営協議会をやって、渡してすぐに運営協議会の第1回目が開けると、まあ、こういう、タイムロス、そういうものをなくしていく。これなかなかやってみて、やはり事務職員の中にこう長けた者もおりますので、事務局の中に、まあ、これは非常にその時の様子が右側です。その様子です。それから、まあ、業務改善にもつながってくるということです。そして今、スロット分析を自分自らして、これを校長先生方に示したので、今、宿題は4月の後援庁会議、5月の後援庁会議2回やりましたが、私は全てパワーポイントで指示をしています。で、4月の時にも言いました。私の強み弱みをこういうふうにすると言ったので、各校も同じように校区の強み弱みをやってください。そして、それを1枚のパワーポイントのシートにまとめて、いずれ提出してもらう。これ実は、6月の後援庁会議で言います。で、もう4月に言ってるので、5月の学校訪問、後援庁会議でも途中経過。で、その時行った時には、校長が一生懸命学校経営言った中で、面白いな。これをじゃあその1枚シートに紹介してくださいよ。もうすでに、こう、やり取りをしながらアドバイスをし、いや、違うものでもいいですよと言いながら、やっています。そして、来月、6月に指示をして、7月に提出を求め、8月にこれを A3 1枚にまとめて、これを見える化を出して、いろんな理論を持っている校長もおります。こういうことをやるというのに、それを1枚やって、で、9月の後援庁会議で提示して、各校長先生、次ここを見てヒントがあるので、そこから気づいたことを事項に入れて、この2学期、3学期やってください。で、そして次年度のまた PDCA チェックしてアクションにしてもらう。いうことを、まあ、同じようにやって、そしてそれを1枚シートにして、そうするとですね、すべてのこうレベルが上がっていく。お互い気づくことで。ない学校では一生懸命やりすぎて、他は見えませんので、他の校長も交流してるとは言えないので、それを教育委員会がサポートする。これを今、まあ、この2ヶ月で取り組んでいるところ。あとは、もうここにありますように、もう必ず1時間私の方がパワーポイントを使って、左側は後援庁会議、まあ、左側に映ってるパワーポイントを見ながら、で、これを Teams の方で Team に貼り付けて、いつでも振り返りができる。で、チャットでわからないところは教育長にも聞けるし、事務局員にも聞ける。で、こういうことをしています。で、右側はキャリア教育担当者会議で、キャリア教育っていうのはこういう意味があって、私はこういうことを各校に期待していることもあるし、まあ、やり取りをします。で、どうしても、なぜかというと、若い先生と年配の先生で当然スキルが違うわけですね。ここで口頭だけやったらあかんので、これもチームを作ってそこに上げておいて、この動画もどちらも動画も上げておくと振り返りができるし、夏の研修に使える。まあ私のような講義では使えないかもしれないですけど、きっかけ、一部分でもきっかけになるかなということで、そういうことをやっております。はい。だから、その中で男単師教育マニュアルを、教育長、講話集と、この2つを、というふうに、まあ、
考えて今提示をして、まあ教育長、小橋はどん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 今日も一つ増えたので、それがこちらのマニュアルも今はあれじゃなくて、年度末に全て学校経営から生徒指導、不登校対応、全部を男端子はこういうことを基本としてやりますよりも、今年1年で作ろうと、先ほど言いました、1年1年勝負だと思って見ていただきます。